かです。カジュアル茶道家として活動している福島美香です。はい、では今回もお茶についての福島美香さんへの質問に答えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まずクエスチョン1 茶道の道具の歴史を知りたいです。はい、茶道の道具の歴史ということで、まあ、茶道の道具にはいろんなものがあるんですけど、歴史というと実はですね、茶道、まあ、お抹茶自体が実は紀元前から遡ると中国とインドからやってきたものなんですね。で最初はお薬として使われていて、それがだんだんとこう貴族の人がまあお茶をの味とかその種類とか当てるゲームみたいなのをしていく中で、どん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 お抹茶っていうのが広まっていったっていう歴史があるんですけど、もともとその日本、その道具も日本製のものが最初からできたわけじゃなかったりします。例えばお茶碗もまずは朝鮮からとか、あと中国製のものがあったりしますね。はい、なのでそのまあ歴史といっても、その、まあ、全部が全部日本のものではなかったりします。うんうん、あとですね、日本は竹取物語、かぐや姫とかって分かりますか？はい、ありますね。まあ、竹が豊富だったので、まあ、竹から取ってきて、あと、今でもですね、茶筅とかそういったものは竹から作られているものが多いです。うん、はい、はい。で、あとはその昔は衛生面がそんなにこう発達してなかったので、テピカジェルとかもないし、うん、食洗機もないので基本的に使い捨てが多かったんですね。なので例えばお菓子のその爪楊枝みたいなのは、うん、黒文字の木って言って木から作って、はい、前にそうですね、見せていただいた、あれも洗わずにもう作ったら作って、で使ったらもう捨てる、うん、そういう風にこう衛生面を保ってたりとかします。はい、でお菓子を置くのも和紙なんですけど、それももうほぼほぼ使い捨てで、うん、基本的にその、まあ、衛生面のことを考えた時に、はい、洗うとかっていうよりかはもう使い捨ての方が衛生面上いいので、そんな感じで、まあ、今でもそういうのは残されているんですけど、うん、そうですね。なるほど、その時から、はい、長いんですね。全然私なんだろう、そんな紀元前からあるって知らなかった。そう、私も知らなかったんですけど、まあ、その茶道の歴史っていうのを紐解いていくと、やっぱりその海外からこう来て日本でこう、うまい具合にというか、まあ、オリジナリティでいろいろこう変わっていったっていう歴史がありますね。はい、ありがとうございます。では次の質問、なぜ茶道は精神性かっこ禅があるのですか？これなんですけど、実はこれも中国とインドが関係していて、禅ってインドのダルマっていう、はい、あれじゃないですよ、転んでも、うん、その起きるダルマじゃなくって、うん、そのお坊さんとかそういうところの、禅のダルマっていう人がいて、でその人がなんて言うでしょう、その考え方、禅の考え方っていうのを持ち込んで、それがこうだんだんと広まっていって、でそれを茶道に盛り込んだっていうのが千利休っていう人なので、実はですね、そのなんであるのかっていうと、もうそもそもお茶っていうものが中国とかインドから来てるから、その精神性も中国とかインドから取り入れたっていうのが正しい見方じゃないかなと。はい、輸入されてできてるんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、次いきます。なぜ茶道は女性のものというイメージがあるのでしょうか？そうですね、これはですね、まあ、日本の歴史が関係してるんですけど、実はそういう風になったのって、文明開化明治時代からなんですね。なのでそんなに歴史としては女性が茶道をやるっていうのは長くない、60年くらい前、100年もないぐらい多分だと思います。でそれより前はもう男性のものって決まってたんですね。で武士がやるものみたいなところもあったので、全然女性は関わってこなかったんですけど、じゃあなんでそういう風になったのかっていうと、明治維新とかその文明開化になると武士の方がいなくなりますよね。
でそうするとじゃあ今までこう築き上げていた佐渡の文化ってどうやって継承していこうかっていう話になったんですよ、はい、そうなんですみんなの中で、みんなの中で多分偉い人の中で、であそしたらまあその文明開化で女の子もその教育とかに力入れようっていうことになった時にじゃあ花嫁修行として女学校とかそういうところに組み込んだら茶道のその文化っていうのは途絶えないんじゃないか、じゃあ多分それも華道も同じだと思うんですけど、そういう風になっていってでそうですね、それによってこう女学校とかそういうところで花嫁修行として定着していってるからなんとなくこういいとこのお嬢さんだったりとか、うん、あとはその女の人が茶道っていうものをやるものっていうのがこう今根付いてるのかなと、だからつい最近のことなんですよね本当は。なんか確かにすごい何だか納得しました今女学校で花嫁修行ってそうですね、だから今でも例えば女子校とかで茶道をやったことあるっていう人はやっぱりその部活で茶道っていうのがあったからで、それも話を聞いてるとお母さんもそこでやってたとかおばあちゃんもそういう風にやってたっていう代々そういうのがよくあるのはやっぱりそういうこう歴史的なことがあって皆さんそれでのそれにのっとってるというかっていうところですね。なるほど、すごい分かりやすい、ありがとうございます、はい、ちょっとまだまだあるんですが今日はこの辺で、はい、一回締めさせていただきます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、またよろしくお願いします、はい、見ていただいてありがとうございます。